どうもあやかとひらでキムちゃんずでーす。どうもほ元気です。どうも。なんで引くの？ちょっとなんかやってるわと思って。何？妻が元気が一番やろ。うん。何見んの今日は？見るんじゃないね今日は。今日はあの推し活すんねん。推し活。推し活？夫婦ジャムの推し活動画でーす。イエーイ。こういうタイプあんましたことない。難しいな意外と。こっちの方がいいかな。なんなんそれその動きはなんか指人形みたいな。なーに可愛いと思ってるね。まだこっちの方がいいかな。今回はね、うん、あの緩く言っちゃいますけどね。いいよ。だからいつも緩いねんけどね。JO1 が6枚目のシングル、うん、ミッナイトサンを10月の12日にリリースするっていうのは OK？ OK OK OK。これはあの生配信でね、うん、あのみんなで楽しくどれ買うとかやってたと思うんですけど、うん、それは今日ちょっと置いといて、うん、その関連でタワレコカフェまた開催されるということで。なるほど。渋谷なんて私たち全然行ける距離じゃん、うん、でもほら私らさ、うん、繊細っていうか人混みが無理やからさ絶対行かへんと思っててんけどさ、うん、生配信で皆さんジャムの方に教えてもらったのはさ、うん、その混雑しないように抽選制になってるから大丈夫ですよみたいな、ね、来てて、うんうんうん、もう決まってるからみたいな、うん、席とかも、うん、あ、そうってなってんな、うん、あ、そうなんだみたいな、まあ、もちろん当たらないからへんねんけども、うんうん、だいぶ倍率は高いと思いますけど、うん、まあでも渋谷まで行ける人って限定したらなかなか行ける確率は高いんじゃないかなと。確かに確かに。で、うん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 、今日はそれをね予約していこうかなと思いまして。そう、皆さん一緒に予約していきますか。てかもう予約じゃない、ごめん、抽選応募か。予約じゃないわ、応募やね。ちょっとそれをじゃあ一緒にやっていきますか。結構抽選応募。はい、はい、ここからはですね、はい、うん、盛り上がっているところ申し訳ないんですけど、うん、声入ってなかったので、うん、後から声入れてます。自分たちは渋谷店で第1弾の方で応募しようと思ってます、うん、はい。これを今あーでもないこうでもないって言って喋ってます。はい時間決めれるからってこと？そうね、悩むよね、うん、1日から31で第1弾と第2弾分かれてて、うん、そのもらえる特典みたいなのが違うんだよね。また特典は分からへん？分からへんかった、うん、で私たちは早く行きたいからっていうただそれだけの理由で第1弾を選ぼうかっていう話してるところかな。なるほど。渋谷っていう立地上一番がいいよねって言ってんのかな今多分、うん、夜とかって人多いからね。うん、あ、今時間決めてんの？多分決めてるな。この感じは皆さん応募されましたか？どうやったらまだ間に合いますよ。うん、そもそもでもこれ応募抽選やからさ、当たるかどうかからの始まりやけどね。うん、どれぐらいの席数あんのか知らんの。うん、お、進んだよ。メニュー見るんちゃう？まさか今からメニュー見ると思うあ、注文上限ちょっと気になるから見たら結構食べれるよね。うん、結構ドリンク6杯すごいね。6杯って1人3杯飲んでいいってことやろ。うん、めっちゃ飲むやん。でもおるやろな、あの推しが多かったりしたら。うん、全部飲みたい人も。ドリンクっていうのは、うん、その度にお金払うってこと？そうなんじゃない。だから1000円分は、うん、クーポンで使えるけど、うん、それ以外は、うんうんうん、ってことじゃない。時間も決まってるんでしょ？時間決まってる。80分やったっけ？うん、入れ替え制、うんうんうん、なんかあんま頼んでも食べられへんよね。うんうんうん、気をつけない。食べれる範囲でって書いてあって。あ、これ特典。まだ出えへんな。うん、全11種類やからやっぱ一人一人のなるほど。ポストカードなんかな。
これレアやんな、うん、行った人しかもらわれへんもん。チーズは正義。おいしそう。推しとか関係なく私は食べたいものを選びます。当日、うん、うん。チーズは正義は結構今のところ1位かもしれん。ガレット、うん。行くのが昼時の予定やから。ジーキマタは、ジーキマタ美味しそうやな。てかおしゃれやな。うん、個人的にキマちゃんが好きやから買ってあげたいってのもあるけど、うんうんうん、これってさ、賞味さ、自分のメニューたくさん売れたらなんとかとかあんのかな。どうやろうね。そんなんなさそうやけどな、うん、美味しいと思うよ、うん、もちろんプロも監修してるやろうし食べ物、うん、モンブランのパフェってあんま普段食べへんから逆に食べたいかも。確かにな、うん、あんまないねんな。秋しかな。甘いのとこれすっきりしたミックスジュースとか良さそう。うん。ヒロ君は一体何を頼むんでしょうか。いやろね。もうこれ当たる前提で喋ってるけど、うん、まず当たるか分からん。個人的には純喜さんのやつか、うん、あの芋好きなの私。さつまいもとか栗とか、うん、秋っぽいものが食べたくて。なるほど。純喜さんか翔さんかな。ちょっと和な感じが。10月やもんね。そうそう、なんか秋といえばちょっと甘い。そっか、うん、今やし、今やったらさ、うん、あのさっぱり系頼みたいけどさ、絶対な。が来月やもんね。うん、当日の気温にもよるよね、多分体調とか、うん、そうそう、ホットホットホットするようなって。これもありかもなあ。美味しそう。ご飯食べて、うん、個人的には豆ちゃんのもいいねんけどな、あのボリューミーな。これは誕生日、あの誕生日のは日にち限定ですね、翔さんの。なるほど。私ら前半応募したから今回関係なし、うん、うん、いやだって絶対抽選確率高いもん、うんうんうん、後半、うん、あーこういうの行ったことないからちょっと緊張する。もう今から緊張してんねんで。緊張するな、うん。また注文数確認して、確認してんねんね。どんだけどんだけ食べていいか、うん、大食いみたいやん。実は私たち身長も大きいし、ガタイもいいよね、二人とも、うん、やねんけどあんま食べへんねんな、うん、そこまでだから全然こんなに頼まれへんわ、残念やけど。普通に一人一品ずつと飲み物頼む感じかな。そうやね、多分、うん、それで満足かな。うん、腹いっぱいなりそう、頼むものによって。メインのご飯と飲み物、うん、十分お腹膨れそうやね、うん、食べてあげられたらデザートも頼んであげたいけど、うん、ちょっと無理かもしらん、うん、なんか結構ボリューミーそう。そうそう、今日の23時59分までですよ。あ、まだ間に合いますよ。まだなかった、いける、ギリギリやけど。お腹ぐるぐるってなった。大丈夫、聞こえるね。恥ずかしいの、うん。これな、抽選は今日までなんですけども、これが終わってもしなんか余ってたらやったっけ、座席が、うん、あの一般発売もあるって書いてるね。発売ってことはもう抽選じゃないってことだよね、うん、それ確実に。あ、押した。お、来たよ。これ日付と選んでる時間を選べるねんで。そうそうそう、うん、ちょっとね、でもね、皆さんややこしいから、できればここで注文した方が、あ、何、申し込みした方がやりやすいと思う。うんうん、ここでも結構スクロールが大変やったから、ここちょっと分からんかったね、うん、ゆっくり。2000円分のやつを1枚、券を1枚ってこと。うん、2人で2名で行くなら2名で1000円分のクーポン券を買うって感じ、うん、なるほど。ちょっとややこしいよね、ここ難しいね、うん、しかもさ、これすごいスクロールできるページでさ、うん、日にちと時間全部細かく分かれて選択していかなあかんから、フルダウンとかじゃなくて。なるほどね、うん、フルダウンと思い込んでたからちょっと気をつけた方がいいかも。大して難しくはないんだけど、ちょっとややこしい作業が多いから、うん、まあ推し活されてる方はこういうの慣れてはるんかな、ね、私ら初やからちょっと大変やったわ。なんかスムーズそうにやってる風やけど、うん、結構頭の中大丈夫かなって思いながらやってる顔です、これ、うん。明日の顔が本物ですよ。ちょっと焦ってね、合ってるかな。そうそう、ちょっと慣れてきた。あ、これ今第一希望、うん、第二希望、第三希望。あ、お腹鳴った。よくお腹鳴るね。うん、
お菓子食べようと。何？第4希望行った。もう時間とか決まってたから。私たちの場合は平日の全部朝一、うん、一番やったかな、うん、一番目のやつにしました。なるべく混んでなさそうな時間帯、うん、立地にもよると思うねんけど渋谷やからね。渋谷は勝手に夜はあかんわ。夕方から夜にかけて忙しい人が多いから、うん、まだ平日のさ昼間やったらさ、うんうん、働いてる人がまだこう帰ってくる時間とか行く時間じゃないから、うん、マシかなと。あ、全部決まったんかな。お、なんとか決めれたっぽいよ。確認してんの？うん。そっかそっか。大阪とかもあるから。そうそうそう。ちゃんと見とかないと。全部渋谷で合ってるかどうかの確認中です。ちゃんと日付と。間違って大阪予約しちゃったりしたら。大阪行かなあかんもん。いや多分行くな、間違ったら、うん、もうしゃーなし行くかも。もったいないもん。第5希望までできるみたい。うん。お、なんとか。お、行けたみたいで。行けたっぽいよ。なんでそんな顔なんですか。ちょっと寝てた。明日なるかなと思っても、もう起きました。めっちゃちょっとね、ほんまにみんなあの早した方がいい。ゆっくりやったら結構ギリギリにやってたらやばいよね結構、うん、なんでかってさ、会員登録してなくて、チケットピアノ、うん、会員登録から始まったんですけど意外とね、手こずっちゃって。じゃあね、できる人はな、あの登録してる人とか多分一瞬で終わんねんけど、うん、登録から始まるとたまに手こずる時あるよ、登録自体が、うん、メールが届かんとかさ。頻繁にチケットピア使ってらっしゃる方やったら大丈夫ちゃう、ね、すごい終わったかもしれないけど、うんうん、私らなんせ推し活が初めてのもんで、何時か寝てたから。ずるな、私ずっと一生懸命やってる間に気持ちよく寝てたん。起きてきた、頑張ろう、やろう。さすが5人兄弟の末っ子。違いますね、うん、寝てますね。ね、私長女やからもうそういうことなんやろな。末っ子は寝てます。うん、その生き方ええー、な。大勢はそれがいいわ。ということでですね、うん、なんとですね、もう終わっちゃいました。あなたが寝てる間に結果待ちってなってる。そう、ね、結果待ち JO1× タワーレコーズカフェ第1弾プレリザーブということで、結果発表開始日時が、9月14日水曜日、言ってる前ね、6時から順次って書いてますね。14日に分かるんやね。 OK、 結果待ちやって。詳細一応見る。詳細、あ、出てる詳細。あ、すごいすごい、うん、あのね、2名の飲食クーポンは1000円の購入なんですけど、うん、チケットピアなのでシステム手数料とか、あ、なるほどなるほど、取られちゃうので、どうしてもしゃあないと思うんですけど、うんうんうん、はい、ちょっとあの金額が1000円ではないので皆さん気をつけてください。うまいね、うんうんうん、あとはこのね、これ引き取り方法が私やったことないからまた難しいかなとか思ったりして、ちょっと余裕を持って皆さんやりましょうね。はい、あ、起きてきた。起きてきたじゃない、趣旨が変わった。はい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 、はい、ということで、うん、次は9月の14日の結果発表まで待ちたいと思います。待ちましょう。皆さん楽しみですね。当たるといいね皆さん。せっかくここまでやったから、ね、ちょっと当たってほしいな、うん、せっかく一生懸命登録したのやし、時間かかって、うん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 、なんでこんな、あの、ね、登録系がめっちゃ苦手やねんな私結構、うんうんうん、ほんまに苦手。なんか多分いろんなデバイス使ってるからやと思うんだよな。携帯しか持ってないですとかやったら多分それで一貫してできるんやけど、パソコン使ったり携帯使ったりいろいろするから、ちょっとややこしいことにいつもなっちゃうので、それもちょっと皆さん気をつけてください、うんうん、なんかね、登録するときデバイス1個でやってくださいって書いてた。確かに、うんうんうん、ややこしくなるから、うんうんうん、はい、じゃあもう応募した方は私たちと楽しみに待ちましょう。待ちましょう。はい、応募してない方はぜひ私たちの動画を、私たちがもし当たったら、あの、行った動画を必ず上げるという約束をしますので、はい、はい、それを待っていただければと思います。はい、はい、ということで今回は JO1 の推し活動画でございました。はい、
はい、楽しんでいただいたらぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。何寝てた人元気になってきてるの？おったまだ起きてへん。さよなら。バイバイ。